続いては経済のニュースです。旅行大手の HIS は30日、2021年10月期の連結最終利益が530億円の赤字となる見通しだと発表しました。赤字は2期連続で赤字価格は過去最大となります。これまで年間の業績予想は未定としていました。新型コロナウイルスの感染拡大との新型コロナウイルスの 感染拡大による旅行需要の低迷が打撃となり、売上高は前期比7割減の1250億円と大きく落ち込みました。コロナ禍前に売上の8割を占めていた海外旅行の需要がほぼ消失し、国内旅行も緊急事態宣言の長期化でのみ悩んでいました。当面の運転資金などを確保するため、海外投資ファンドや創業者の 沢田秀夫会長兼社長を引き受けとする第三者割当増資で約二百十五億円を調達する計画です。上場企業が投資家で乗って重要な情報となる業績競争を土曜日に発表するのは異例です。H 安になりますと二期連続のがじで財務基盤が大きく損なわれる恐れがあることから二十九日に増資計画と合わせて業績競争を公表する予定だったとのことです。 しかし、増資計画の発表方法をめぐって、東京証券取引所から不備を指摘され、手続きが遅れたといいます。